松川の戦い。松川の戦いは、安土桃山時代末期に起こったとされる合戦。具体的な発生時期については、諸説あり、主に、海星三河跡風土記、第四第42巻、上杉、伊達合戦のこと、常山治無牧野十六、伊達上杉道の区国松川合戦のこと、ふ、長い前座衛もを犯さないが、こと、東国大兵器、牧、第15、 松川合戦聖集福島の城郎、コウムル津人物語、第四巻、松川合戦に、正宗、福島城を攻めること、伊勢手、須田大井之助、正宗と大熊川合戦、人幕を切り取ること、部編話聞き書きによれば、慶長6年、1601年4月26日に、現在の福島県福島市の中心部で、伊達正宗と、 上杉家月活期下の本城茂町、須田長吉が戦った合戦だとされる。松川合戦の時期は、常山治団には、慶長6年4月、海西三河跡風土記、東国太平記、合津人物語、武編話聞き書きには、慶長6年4月26日と明確に記載されている。しかし、伊達家には、慶長5年、1600年10月6日付、 中島さえも宛て、伊達政宗書状、10月14日、10月19日付、今井宗君宛あて政宗書状、その先行を称する編書として10月24日付、伊達政宗あて、徳川栄康書状がされており、慶長5年10月6日に何らかの戦闘行為が行われたのは間違いないであろう。この合戦、松川合戦、宮代表合戦に関しては、 伊達家と上杉家は双方で戦果を強調しており、また時期をめぐっても研究者の間でも、慶長5年10月説、慶長6年4月説、混合説がある。このため、来三用の日本返しを含めて幕末期までルフした、慶長6年4月26日の、松川合戦の内容と経緯と、伊達治むや記録や伊て家文書が記録する慶長5年、例6日の、 宮代表合戦の内容を併記する。松川合戦の概要は、江戸幕府の奥樹者である、鳴島市直により、幕末期の天保四年、1833年に、三河と風土ー期を改選した、改正三河と風土ー期の第四十二巻に、上杉達合戦のこととして詳細が記述されている。出典として、夏目期、安民期、ウィンソーを放し、半 この合戦の時期は誤り多く、慶長五年七月二十七日、二十八日、七月二十一日節は共に誤りであり、夏めき、安眠期に従い、慶長六年のこととす。ブリン場ーバーなしに乗せたる、紙杉の歌詞、北川次郎兵衛の木も夏めきに同じ。半譜の注文に北川がきつまびらかにしてよりどころありと記述されている。 慶長6年4月26日、伊達政宗は、上杉城に侵攻するも、上杉勢の必死の抵抗の前に敗走する。慶長3年、1598年に、豊臣秀吉が死去すると、翌年3月の前田利への死去、石田三成の失脚を経て、徳川家康の権力が、ますます増大した。慶長四年、百九十九年八月、上杉景勝は、 所領の会津若松城へ帰城した。継承は、前年初めに秀吉の命により、越後国春日山城から会津領百二十万国へ国替えになったばかりであり、領内統治をほとんど施していない状況であった。継承は早速、領内の道路の改作、整備や市場の不振等など、領内の整備を行った。また、居城を新たに新築して、 会津若松城から移すことを考え、若松城から北西3キロメートルのあたりに築城を開始した高座市場。しかし、隣国越後の堀修司は、このような上杉領内の動きを築一、徳川家康へ報告した。その内容は、上杉氏が隣国の堀修司や最上義光の領内を攻めることを目的に道路や市場の整備。 巨城の築城を行っているという旨のものでった。また、継承家臣、藤田新吉が江戸城へ出奔し、徳川秀忠に上杉法の内情を話した。家康は継承に上落して弁明するよう求めた。しかし継承はその申し出を拒絶したため、家康は継承を無本人とみなして、諸大名に上杉氏政党を命じた。継承五年。 1600年6月6日、大阪城西で丸において軍議が招集され、家康、秀忠が白川口、佐竹義信が仙道口、伊達政宗が白石口、前田利長、堀修司が越後口と夫人が決定した。家康は6月18日に伏見城を出発し、江戸城を経て7月下旬に下屋国小山へ着陣。一方、 白石口を担当することになった、伊達政宗は急ぎ京都を立ち、相馬領を経由して帰国し、7月12日に名取郡北目城へ入り、ここを上杉攻めの拠点とした。しかし、上方で石田三成が家康打等の挙兵をしたことを知った家康は、白川口を次男の結城秀康に任せ、自らは江戸城に引き返した。これを知った継承は、 家康追撃を行わずに、藍津若松城へ引き上げた。そして、上杉氏との同盟を破棄して家康方につくことを鮮明にした、もがみ義満の山形城を、家臣、直江兼次に攻め入らせた。直江軍は、怒涛のごとく、山形城に向かって進撃し、ついには、山形城の市場である、長谷道城を取り囲むに至った、長谷道城の戦い。一方、政宗は、 勝った軍に進撃し、白石城を落とした。このような状況の中、9月15日の関ヶ原の戦いにおいて、徳川法、東軍が勝利した旨の報告が、各陣営に届く。なおえ兼ねは、長生道場の囲いを解き、治療へ撤退したのである。関ヶ原の戦い後、伊達政宗は、徳川家康から、緑に軍勢を動かすべからずとの命を受け、心ならずも、 岩手山城へ引き返したが、上杉城への侵略や見がたく、家康の下地を待たずに、慶長五年、千六百年十月六日、本城茂長が立てこもる福島城へ押し寄せた。これを察知した福島城兵の長井善左衛門が、副兵を討ち取ったため、正宗は、白石まで引き返した。正宗は、翌七日、長井国湯原へ出ようとしたが、 上杉法の天かす清長が付近を警戒しており、さらに、上杉影勝が二万ばかりの大軍で、境目まで出陣するという法を知り引き弁た。継承もまた合津へと引き返した。翌慶長六年、1601年になっても、正宗の侵略は続いた。慶長六年二月七日、正宗は伊達軍へ侵攻したが、本城茂町、 宮城取出首相八内都所の厳しい抵抗により、撃退された。3月24日、正宗は再び出馬し、25日に白石城、28日には福島城に襲来した。福島城が容易に落ちないと見た正宗は、柳川城へ矛先を展示ようとしたが、柳川城の須田大井は29日に副兵を持って、迎撃、聖州正は四方を取り囲まれて大敗し、 散々に敗走していった。上杉との合戦で、たびたび敗軍したこと、福島、柳川城を攻め取れなかったことを胸に思った、伊達政宗は4月16日再び、白石城から出撃した。伊達軍は21日に本陣を小山に移し、25日に、瀬上を経て、26日の暁月に、松川に達した。松川では、福島城の杉原、天 本城では守る、栗を見の守るがこれを迎え撃った。両軍入り乱れ、伊達政宗と、岡佐田都市、佐内が、川中で立ち打ちを行うほどの大激戦になったが、上杉方は、次第に追い崩されて、敗走、散々になり福島町へ逃げていった。この時、青木新兵衛は槍にて、伊達政宗の内兜を突き立て、前立物に当てた。本城茂町は、密かに、 伊達勢の後ろを襲撃しようと兵を回していた。福島城の城兵が危ういと見た、両川城守世田長吉は、阿武隈川を渡り、シにむに政宗本人をめがけて切りかかった。青州勢は、散々切り立てられ、軍を散乱して、敗走を始めた。この乱戦の中で、西道二が真っ先かけて、政宗に切りかかり、政宗の正常費の陣馬織を切り裂いたため、 正宗は後を見ずに逃げ去っていった。この時に、伊達家の宝物供養の門の幕、根治を糸ほっけ二十八品の幕を、須田の組に志村千衛門、愛田右平次が奪い取った。さらに本城茂町が、福島城の西門から打ち出て、伊テ宗宗の陣屋に火をかけ小二打を燃やしたため、正宗はもはや戦場に留まることができず、大崎へと逃げ帰っていった。 松川での川中での岡さないと正宗の立ち打ちの、逸話は、改正後三河風土記、東国大平記、合津人物語、杉原飛行財門、物語格上場のすべてに記載され、いずれも、慶長6年4月26日で一致している。一方、この上杉家との合戦、伊達家では、松川合戦との故障は持ち以外の出兵の時期と、戦いの経緯について、 伊達家では、慶長6年1601年4月26日ではなく、慶長5年1600年10月6日だとする記録を残している。また、徳川家康書上によれば、福島表へ進行した伊達家への返書は、慶長5年1600年10月24日付でなされている。以下は、伊達家の福島進行の概要である。伊達政宗は、 東軍勝利の知らせを聞くと、十月五日、後期到来とばかりに、約二万の兵を率いて、北目城から、伊達軍、忍軍へ出陣した。五日の猿の時に、白石城に入った正宗は、大熊川西方に布陣していた、片倉可月が、高野地下主権らに、妙長氷筋へ進軍することを指令した。同日最上表に加勢してた、モニワ綱本等が、伊達軍に合流した。 6日未明、片倉月綱から正宗のもとに、柳川城の横田大学という者が、密かに内通を申し出たとする書状が届いた。月綱は、柳川城を6日内に攻略すべしと進言したが、正宗はすでに先手が、氷表へ打ち出しているので、柳川城攻めは、翌の日とする、胸の返書を与えた。6日、伊達正宗は、伊達軍国見山に本人を置いた。 一方の上杉軍は、福島城の本城茂町、柳川城の須田長吉を中心に、約六千の兵のみであった。伊達軍は、圧倒的な兵をもって、新立盆地、福島盆地へ攻め入った。伊達軍は、本城軍を、正面から数で圧倒し、不限りの中を不意について、小氷町に押し寄せた先手のもには綱元、二番手の八城、影寄り等の伊達本隊は、 上杉兵を瀬戸上町へ追い込み、長倉に布陣していた上杉勢も改装させた。モニは、八代軍は、宮城、福島市宮城で、上杉勢物頭の氷図書ら多数を打ち取った。松川付近では、岡貞田都市、木市道二党と、八代影より、モニは綱元の部隊が激突したが、安田勘介、北川伝右衛門など、 上杉法の名のある武者が軒並み打ち死にした。上杉の廃兵は、羽黒山と福島城へ試算した。伊達勢は、庭坂、大森周辺へも進出し、米沢と福島間を完全に封鎖した。また福島から合図へ内通の書を持参した、上杉方の使い、その外に、三人を撃ち殺した。伊達政宗は、福島城の目と鼻の先である、羽黒山。 忍山の麓黒沼神社に本人を置き、死球実験を行った。福島城城主、本城茂町は、野戦の不利を悟り、宮城で敗れた軍勢を撤収し、牢城策を取ったが、一時は、伊達軍の中に、全軍で突入し、切り死にを遂げようと覚悟する状況にまで追い込まれた。一方、福島城の防備は固く、伊達軍にも死傷者が続出した。 カタクラ・カゲツナの部隊は、福島の町車まで押し詰めて、多数の上杉兵を撃ち取ったが、上杉側の反撃も厳しく、カタクラ・カシンの物頭国武撃らが打ち死にした。イサゴ・ミノルツネは、数十機を率いて、ハグロやマナミレイに布陣し、福島町へ銃撃を加え、迎撃してきた上杉勢を、福島城の中へ追い込んだ。イサゴ・ミノルツネが銃撃の手を緩めると、 上杉勢は福島城の西門から出て反撃してきたが、先の部隊に切り立てられ、再び福島城の中へ逃げ行った。この時、伊達政宗は、羽黒三霊に本陣を構えていたが、片倉花月綱を呼び、福島城中の様子を通った。花月綱は、すでに町車まで攻め込み、 福島城を陥落させることは間近であるが、味方の手負いも多く、一発引き上げるのが上策であると返答した。正宗は、かげつなのことを入れて、福島城への攻撃を中止し、福島城へ、鶴打内に銃撃を加えた後、国見山へ帰陣した。国見山から南下した。だって正宗が、福島城を攻撃中、上杉方。 柳川城の須田長吉木家、車各中等が、馬上百機、小手六十三機等を含む足軽百人ばかりを、引き連れて、柳川城から大隅川を渡り、藤田と氷の間で、伊達勢交尾の小二打体を吸収した。彼らは正宗本隊の後を追って、福島城へ来る途上だった、小二田奉行の宮崎倉之助や、足軽、人足等多数を打ち取り、 兵糧を奪って、柳川城へ引き上げた。この際に、須田の部隊は、伊達家の、竹に鈴芽の城門の威爆を奪い、長く、上杉家の誇りとしたという。竹に鈴芽は、上杉家だけでなく、伊達家の門渡り伊達氏から正宗へでもある。なお、伊達治や記録をもとに書かれた、参謀本部編、日本戦士では、正宗浜田、柳川城平和菓子長を、脱夫の方に、 節氏背後連絡の祭壇を壊れたのが、伊達軍撤退の一員としている。伊達政宗は、福島兵から、国見山へ帰陣した際、すり上原に諸将を招集し、八代影よりに対してその武功を称え主敗を与えた。政宗は、桑折とリ島カカで、柳川兵を演奉した後、国見山へ着陣した。6日夜、伊達の国見山本陣に、 上杉景勝家臣藤田のシかし斎藤兵部が、伊達、忍の百姓等四千人を伴い内通してきた。他、か、オエ・カネの鉄砲頭、極楽、寺内匠が、伊達常実に協力を申し出てきた。福島城への再攻撃が検討されたが、上杉軍による仙道柳川筋からの攻撃の懸念を、石川・秋光が根性し、また、 柳川城への暴力工作が不調に終わったため、正宗は再生を断念した。翌7日、伊達軍は国宮間に津田影康の部隊を残して陣払いし、北目城へ帰城した。9日、正宗は桑織総長、大江田宗直等に以下の書状を与えた。10月14日、正宗は今井宗君に戦いの結果を報告するとともに、同19日、 徳川家康に対して11か条の申し出を託した。この中で、正宗は、徳川家の軍勢を合図へ駐屯させることを提言し、また山岡島を通して申し入れていた宮城軍、国部地与への新しい居城、仙台城の築造許可の催促等を求めた。10月24日、徳川家康は正宗に対して、この福島表における選考を称した。 また10月15日の書状と24日の書状の中で、翌春、上杉影勝を制伐する方針を伝えた。関ヶ原直後、家康は、伊達正宗と共に、翌慶長6年早々に、上杉家を武力制伐する予定でいた。正宗は、慶長5年11月に届いた家康からの書状を受け、慶長6年2月17日に、 家臣東軍域の人数改めめ応じて内々に出陣の準備をしていたが、上杉家が本田正信や結城秀康等を通じて降伏を願い出たため、結果的に合図征抜は中止された。この間、竹家と上杉家は大規模な軍事衝突こそ起こらなかったものの、国境付近での小競り合いと緊張関係は依然続いた。慶長6年3月20日。 上杉家の様子を探っていた正宗は、伊達政影宛への書状で、家康との講話に傾いた上杉家が繊維を失い、牢状の用意のみで仙道口へ兵を出す状況には、ない旨を知らせた。4月21日、正宗は、今井宗君に書状を託し、今後の豊臣秀頼の処遇について、徳川家康に権限をした。5月8日、正宗は、 京商領の大玉軍長井総板屋へ侵入した石川義宗がことごとく焼き討ちを行ったことを伏見の家康に中心した。慶長6年7月、慶商と金具は京都伏見に上落し、8月に家康に越見した。合図領は没収され、大玉軍、長井軍と伊達軍、忍軍の三十万国に減放された。一方、正宗は、 我が田だ地下の南部一揆への先導関与の件により、念願だった先祖伝来の地の奪還は叶わず、戦後の論功交渉でも、自力で占領したかった軍二万国のみの加造に終わった。なお、大江城は、伊達市の伊達軍領有時代には、大江氏の支配城であった。伊達軍が布陣した国見の敦賀市山の山麓は、敦賀市山の名称で、国の史跡に指定されているが、 源の頼朝の欧州藤原市征伐の史跡としてであり、伊達政宗の福島信仰の本陣が置かれたことは、それほど知られていない。厚ヶ島山の山頂には、現在展望台があり、国見という地名の通り、福島盆地、特に伊達郡の柳川、小原方面を一望することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。